キチャンネルプロスペース、はい、ということで今回プロスペースね、ということで侍ジャパンやっていきましょう。これはもうね、第一弾、もう侍ジャパン里崎が出てないっていうところでテンション下がる、おいしつこいぞと何か言うんだっていうねところで、コナミさん次回お願いしますね。ということでね、今回まずね、このね侍ジャパンね、やったのよこれね。これ聞いてね、動画だけ撮ってるだけだからね、これちょっと見て。まずもう大谷翔平がね欲しいっていうね。しかも俺ね、大谷マイナス持ってるからね、継承できるから。バッターかピッチャーかって言われたら、もう俺はピッチャーだね。キャンペーンね、キャンペーン、本当大谷翔平いけんのかっていう、どうすんだっていうね、聞いてみろっていうところで、なんとね、こちらの選手ですね。じゃあ今度ね、こんちゃんね、かなり今回 WBC ではね、大谷の前にランナー出して、2番今度がねかなり光った、もう影のね引き立て役ね、本当に素晴らしいね。でキャッチャーが守れるっていうところでね、でも大谷じゃないっていうね。で今日はですね、侍ジャパン9連引ければ大谷がもう取れるのよ。ミキサー5人出すから、もうだからこれはね、もう5人誰でもいいから取る、で全部ミキサーに置いて大谷にする。万が一それまでに大谷が来たら俺の勝ち、9回まで大谷が来なかったら俺の負け、そういうガチャです今回ね。さあレッツゴーからの、さすがに一発目じゃ無理か、一発目で来たらやばいからね。来い、よし、来い、よし、当たれ、よし、笑って、なし、さすがに一発目からなね、ノリ、レズカ、うわ来た、あ、栗山、来たけど、来たけどもう30分は引けず、これ、A も欲しいんだよね、A の大谷限界突破コーチ用に欲しいんだよね。さあ2回目、レッツゴー。さあ何もなし。何もなしからの、何もなしで、何もなし飛ばなきゃ先発的 S8 割の確率で達成、うわ、お、80%、 80%作る、 80%、 さあ 80% 作る、カモン、 80% 作る、カモン、後編か、後編か、うわ後編か、うわ後編か、浜松勇気 80% だからね、全部ノーマルは。さあ3回目、よし、初の侍ジャパン、ここで大谷が来たら俺の勝利、さあ大谷が来たら俺の勝利、カモン、当たれ、いや当たらんか、大谷が来たら俺の勝利、カモン大谷、内山、西川、岩瀬、早川、大野、小木の、西の、大島、ケムの、カモン、よーしろ、おーしろ、俺の子供がユニオンも買いに行って、もうほとんど売れてたけど、大城のがあったから買ったらしい。さあ、調子君でいつこからね、よーし来た、おびっくりした、よし来た。さあ4回目、30%、30%引け、30%、大谷 30% 引け、さあ 30% 引け、来た、山脇か、ゲズ 30%、 しかも侍が待ってくれよ、 30% 引け、さあこれワンだから待ってじゃねえよ、いや源田よく頑張った、骨折してても、いや 30% 引けず、さあ5回目、カモン、カモン、じゃあもういやーナッシング、カモン、よしだ、よっしゃ来た、ついてるついてるついてる、 30% 行こう、 30% 引け、さあ 30% サムライジャパン、ジャパン、カモ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 ン、
きよ。さあ今なのか。おっとカモ。あ、じゃあ俺1、2、あ、あと1枚だから9までいかなくてもよかった。これ最後だ、最後6回目ね。もう誰が来ても大谷はもらえます。2枚引きしちゃいなよ。もうこれでゆっくりいきます。誰が来て もう9回まで行く必要だ。でもこれで大谷が来たら全員育てるよ、ね、大城もね、真永も近藤もね、うわ、さあ大谷来たらすごいですよ、ね、まあ誰が来ても大谷もらえるからね。誰かな、最後は誰かな。2枚引きとかしないかな。カモンカモンカモン、さあ最後カモン、よっしょ大谷、オッケーオッケーだけども尺が足りない。ちょっとね、前の動画じゃ尺が足りないということで、また尺を稼ぎに行きたいと思いますけども、今日の動画はこの10連福袋お一人様4回限り、トコだがビップさんとクレイさんが言うにはトコだがいいらしいのよ。あ、ちなみに今マリンの駐車場です。これから千葉テレビの、ゾゾマリンね、あのロッテ本拠地開幕戦の解説に行く前に動画を撮ってますけども、どこでも撮ります。でもソフトバンクの牧原がいいらしいんだよ。牧原と、あとは欲しいの石川欲しいんだよね、ロッテ枠。でも今回は自チームは床田狙いで、牧原のレベル最悪いいかなと。あと牧原ね、ソフトバンクので、それと石川が来たら最高かな。そういったところでね、しっかりゲットしていきたいけども、ちょっと待てよ、もう一回誰を取るか見ていこう。だから床田ね、広島は床田秋山、中日は小笠原がねちょっとあれしたんだよね、だから大島で、オリックスは宮城、ソフトバンクは有原、牧原、香山でもいいよね。西武源田ね、西武枠で、楽天は、いや楽天騎士、ロッテはもう石川で、日本ハム上沢堀、いいね上沢堀で、ヤクルトはこれであの引いたの、あのただでもらったやつ高梨、ヤクルトは、まあ、塩見だね、塩見で、 DeNA 桑原かな、で阪神が伊藤将司、近本ね、まあ岩佐でもいい、で巨人は高梨、坂本、BT も良さそうだからね、この選手たち。だから一番欲しいのはやっぱり床田ね。床田石川が一番欲しい。さあ行きましょう。10連福袋。1回目。カモン。5人来たら最高。調子くん。普通か。いや、普通です。カモン、レインボー。いや、普通。あれ、でも、1回目って当たるんだっけ、1回目当たるんだ、笑って、妖精地1回目なんもなかったっけ、デモナ、タツミ、宮城、ワゲスパックも来た、お、高梨オッケー、高梨オッケー、いいじゃんいいじゃん、欲しいの引けたわ、高梨オッケー、あ、1回目当たるんだった。あのワゲスパックが昔のあのディクソンによく似てるね。だからワゲスパックも欲しいけど A が持ってないんだよね。さあ2回目、レッツゴー、高梨 OK、 来る流れちゃう、どこだ、来る流れちゃう、なな、2回目はさすがにこれ3体確実で5体来てくれたらめっちゃ嬉しいけどね。さあ2回目はないのかい、ないのかい、ない、つもりもね、いいよね、ソフトバンクね。さあ3回目、レッツゴー、カモン、調子のレッツゴーからのね、確定で2枚引き来てほしい、2枚引き、2枚引きです、これ、これ、ここでブルーライト来てたら、
確実だったのに。二枚引きよろしく。うわ、笑いもせえへんやん。なんやねん。一枚なのか。トコだ。うわ、びっくりした。もう二種。トコだ。石川。最後か。やらそう。カモン。オーバータ頑張ってる。オーバータ頑張ってる。ね。でも用事ない。俺のチームには。さあ、ラスト。トコダ狙いで。ね。さあ、トコダお願いしますよ。4分の1、25%。ね。俺の打率みたい。お、ああ、そうか。そろそろフラッシュ来るわ。確定。G チーム確定なんだもん。びっくりしたわ、今。カモン。カモン。カモン。いや、ここ光ってた2枚引きあったのに。で、こっちは当たれへんのか。さあ、2枚引き。おっと。トコだ。トコだ来てくれ。ビップさん、この前。おい、トコだはいいよって言ってた。カモン！キザワ、キザワもね、いいからね、リリーフ。A がないけど。育てていこう。さあ、お、トコだ来た。B のトコだ来た。これは流れでしょう。さあ、皆さん、これが最後です。これから開幕戦の解説いってきます。さあ、よろしく、トコだ！カモン！イエス！